その姿はまるで悪夢から飛び出してきたかのよう。実在する証拠はないものの、それらにまつわる逸話は実にリアルです。さあ、何世代にもわたって語り継がれるユーマの伝説をご紹介しましょう。皆さんの好きな生物も登場するかもしれませんね。最初のユーマはビッグフット。見た目は類人猿のようで、巨大な足跡を残すことで知られています。ビッグフットの伝説はアメリカの太平洋岸北西部で語り継がれており、似たような生物の目撃情報が各地で報告されています。例えばモンゴロンモンスター、別名アリゾナビッグフットは、モンゴロンリムという場所で目撃情報が上がっています。背の高さは2メートルで、大きな赤い目を持ち、顔を除く体中が赤茶色あるいは黒い体毛で覆われています。コヨーテや鳥、その他の野生動物の声を真似し、同時に笛のような音を出すと言われています。辺りが暗くなるとキャンプ場を徘徊する習性を持ち、枝や松などの木の葉を使って巣を作ります。出現地域に立ち入った時に、見えないところから石が飛んできたら、その正体はモンゴロンモンスターに違いありません。この生物は雑食で、植物も動物も見境なく食らいます。夜の間に活動し、不運にも森に迷い込んだ獲物を食らうのだといいます。ウラユリ、アラスカの南西部森林地帯に潜む身長3メートルの生物です。その姿は手足が異様に長い巨大な獣で、伝説によれば腕を伸ばすと足首をつかめるほど長いと言われています。体は分厚い毛皮に覆われており、唯一毛がないのは不気味な輝く目のみ。伝説上のウラユリはこの光る目を使って獲物に催眠術をかけます。もっともその相手はほとんどが鹿、人間には優しく危害を加えません。ウラユリは単なるビッグフットの亜種であるとする説もあります。ウェンディゴ、北アメリカ北部の森林に隠れ住むと言われる恐ろしい生き物。遭難者を求めて常にさまよい歩く怪物です。もともとは自分自身も道に迷った狩人で、凍てつく極寒の世界が彼を骨張った体と干からびた肌を持つ身長5メートルの怪物へと変貌させました。ウェンディゴの名が物語に登場し始めたのは20世紀頃。それ以来、人々は長く寒い冬の間に森を動き回っては、人を暗闇に引き込むこの怪物の話をし続けています。ワースコの怪物。この恐ろしい生き物は半分が人、もう半分がヤギという風貌をしています。アイランドモンスターとも呼ばれる生き物で、背の高さは2メートル。非常に力が強く、車のタイヤをプラスチックのおもちゃのごとく投げ飛ばすことができます。最も恐ろしい登場の仕方は、梢から滑空し走っている車のフードの真上に降りてくるというもの。その存在が報告された時もそのような遭遇事件だったのだといいます。ワースコはダラスの西、フォートワースの東に位置します。この湖の真ん中にはグリーア島と呼ばれる場所があり、伝説ではここが怪物の根城となっています。怪物がいないことを証明する、肝試しをするといった目的で訪れる人は多く、未だに多くの人がこの島を探索しています。暗闇に潜む赤い目のモンスター。1960年代に報告された人型生物モスマンです。目撃情報が上がった場所はウェストバージニア州ポイントプレザント。1966年11月15日の寒い夜、あるカップルが警察に輝く赤い目をした灰色の巨大生物を見たと通報しました。その姿はまるで幅3メートルの翼を広げた人のようなものだったのだといいます。その日から数日間、同様の生物を見たという目撃証言が増えていきましたが、結局大学の生物学者がこの特徴はカナダヅルのものだと断定したことで、一旦騒ぎは収まりました。カナダヅルは北アメリカに生息するツルで、背の高さはほぼ人間と同じ。翼の幅は3メートルで、目の周りに赤いブチがあります。この巨大な鳥が大移動をする最中に目撃されたことで、この伝説が生まれたというのが多くの人の信じるところです。今のところはフレズノナイトクローラー。モンスターとしてはさほど背の高くない部類で、身長は 1.5 メートル。上半身は小さく、身長のほとんどを足が占めます。現状の目撃情報は2度。
一度はカリフォルニア州フレズノで、もう一度はカリフォルニア州ヨセミテ国立公園です。どちらも画質の悪い映像が残されているのみで、上半身の詳細についてはよくわかっていません。しかし少なくともその体が細く色が白いことはわかっています。腕は持っていないのか、存在の確認はできていません。足先は小さな鳥の足のような形をしています。スライドロックボルターという生物をご存知でしょうか。コロラド山脈のどこかに潜んでいると言われる怪物です。特にテルライドの近く、リザードヘッド山周辺にいると言われており、スライドロックボルターは陸上のリバイア山のような怪物で、リザードヘッド山の山頂に伏せてその目で周辺を見渡すのだそうです。山頂でじっと待つ間、鍵爪のついた尾は下向きに垂れ下がります。縄張りに何かが侵入すると、山肌を一気に滑り降り、鋭い歯の並ぶ口を大きく開け、炭鉱労働者だろうと遭難者だろうと木こりだろうと何でも捉えてしまいます。伝説ではこの生き物は100年もの間木々の間を滑り続け、野生動物を食らい続けてきたのだそうです。今までご紹介した中で一番怖い怪物かもしれません。アルタマハッハはジョージア州南東部アルタマハ川の河口付近に潜む海の怪物です。アルタマハ川はジョージア州で最大級の川で、大西洋に流れ込んでいます。河口は無数の島や水路、堤防、池、湿地、古い田んぼなどといった地形に取り巻かれており、怪物が潜むのにはうってつけです。伝説ではこの怪物はチョウザメのような体を持ち、骨張った突起を持っていると伝えられており、鼻先はワニに似ており、胸びれを使ってイルカのように泳ぎます。歯は鋭く巨大で、ギョロギョロした大きな目を持っています。体の色は緑か灰色で、腹はクリーム色、体長は9メートルに達します。アルタマハッハが実在するという証拠はありませんが、吠える蛇のようなモンスターについての伝説は何世紀も前から伝えられているようです。ネス湖の怪物、またの名をネッシー。この伝説は古く、ピクト人と呼ばれるスコットランドの古代人まで遡ります。伝説が有名になり始めたのは1930年代のこと。当時ネス湖のそばを通る道路が開通し、その景色が一望できるようになりました。そんな中、1933年の4月にあるカップルが巨大な怪物がその湖にいることを突き止めたのです。その姿はまるで恐竜かドラゴンのようだったという証言から、多くの人がその姿を海の恐竜であるプレシオサウルスとして想像したのです。ネッシーはカップルの乗る車の前を通り過ぎると、再び水中へと消えていきました。そしてさらにその年の暮れ頃、大きな足跡も発見されることになりました。足跡の主は体長6メートルほどの柔らかい足を持った生き物であると想像されました。後にこの足跡はカバが残すものと非常に似ているという話が持ち上がり、また科学的に見るとネス湖には巨大生物が生きられるほどの養分が存在しないということも分かりました。食物連鎖の頂点にネッシーを置いた場合、十分な獲物の数が存在しないのです。しかしこの巨大な怪物についての伝説は未だに語り継がれ、世界中の人が暗くよどんだネス湖の水の中に何かが潜んでいるのではないかと想像を膨らませています。